不動産は国民全員が持つべきだと思いますが、それはさ、結構難しいよね。そのさ、どっちもあるんだよ。全部国家が持つべきだっていうのと、全部個人が持つべきだっていうのと、大体その入れ替わりなんです。コンビニエーゼ資材法になって、その、またその国のものになって、コンビニエーゼ資材法的になって、要するに私有財産制になって、国家になって、私有財産制になって、国家になってみたいな、その入れ替わりがどんどん、全部天皇のものです、全部、平民のものです、全部天皇のものです、全部平民のものですみたいな、そういうさ、入れ替わりがずっとあるから、その振動の中にいるってことだよね。不動産を持つべきかどうかっていう、その、個人的なレベルのさ、話、株か不動産かみたいな、そういう話だと、私は不動産の方が強いかなと思いますけどね。なぜならやっぱり株とかってさ、その1000年続く企業って非常に珍しいじゃないですか。ほぼないんじゃない。アマゾンが1000年後あるかどうかって非常に難しい話だと思うんだよ。ただ一方でそのさ、この土地はさ、1000年後もあるじゃん。絶対。絶対あるじゃん。で、なんか、めちゃくちゃなことが起きない限りさ、やっぱり前の所有者っていうのはその尊重されるから、いきなり土地奪われたり、まあするけどさ、それはさ。まあそれはするな。うん。なんで、その、確かにするんだけど、平民の土地が奪われるっていうリスクは、まあ会社が潰れるよりは非常に少ないかなと思いますね。なんで、不動産は持っといた方がいいかなっていうのは思いますね。まあ、全国民を持つべきだって、要するに分配するべきかと、そういう話とはまた別だけどね。ってな感じですね。